平野翔の才能が開花。ルイ、リトンショで世界に羽ばたく姿に熱視線。平野翔ファレル、ウィリアムスとの夢のコラボ。音楽プロデューサーとしての新たな挑戦が始まる。平野翔は、アイドルや俳優としてだけでなく、音楽とファッションの分野でも注目を集める存在となっている。彼の才能と魅力は、日本国内だけにとどまらず、今や世界中でその名を知られるようになっている。 最近の香港でのルイ、ビトンのプレフォルメンズファッションショーでの姿は、まさに彼が国際的な舞台で成功を収める一端を示す瞬間だった。ファッション業界の巨匠であるファレル、ウィリアムスとの対面は、彼のキャリアに新たなショーを刻む出会いとなり、今後の彼の活動に期待が高まる出来事でもあった。その場に立った平野翔は、ファッションショーという舞台で新たな一面を見せた。彼のスタイリッシュな装いは、 観客の目を釘付け気にし、彼がただのアイドルではなく、ファッションの最前線に立つ存在であることを証明した。多くの人々がその姿勢に驚き、彼のオーラに引き込まれた。これまでの平野紫といえば、主にキンプリ、キング・プリンスのメンバーとして活躍していたが、彼はその枠を飛び出し、自身のアイデンティティを再定義しようとしている。彼がグループを脱退した理由の一つに、 アーティストとしての成長や世界進出への強い意欲があったのではないかと推測される。そして、その決断が今まさに彼に新たな成功をもたらしているのだ。ファレル、ウィリアムスとのコラボレーションは、その一つの象徴である。ファレルは音楽プロデューサーとしてだけでなく、ファッションデザイナーとしても世界的に評価されている。その彼と肩を並べることは、平野にとって大きな意味を持つ。 彼が音楽プロデューサーとしての新たな一歩を踏み出す兆しが、この出会いから見えてくる。彼が今まで築き上げてきたキャリアを土台に、ファッションと音楽を融合させた新たな挑戦に向かう姿は、多くのファンにとって感動的であり、誇りに思える瞬間だったに違いない。香港でのショーは、ルイ・ヴィトンにとっても特別なイベントだった。2024年プレフォルメンズファッションショーは、同ブランドにとって初の試みであり、 その舞台として香港が選ばれたことは注目に値する。このショーのフィナーレは特に壮大で、宇宙への旅を彷彿とさせるような演出が観客を魅了した。平野ーもその瞬間に心を奪われ、ショーを堪能していた。彼はその場でハレルと肩を並べてショーを楽しんでいたが、その一瞬は、音楽とファッションが織りなす魔法のような融合を象徴するものだった。この経験は、 彼が今後ファッションの世界でさらに活躍する可能性を予感させるものでもある。さらに、平野が香港でのイベントに参加したことに対するメディアの反応は非常に大きかった。現地の SNS やメディアでも彼の存在感が大きく取り上げられ、そのスタイリッシュな姿が多くのファンに共有された。特にインスタグラムでは、彼の投稿が短時間で数十万件の「いいね」を獲得し、その人気がどれほどのものかを示している。 これは彼の魅力が日本国内にとどまらず、世界中の人々を引きつけている証でもある。ファッション業界の影響力者たちとも肩を並べ、世界での評価を確立しつつある彼の姿は、これからのエンターテインメント界においても大きな影響を与えることは間違いない。しかし、彼の成功の背景には、平野翔自身の努力や才能だけでなく、彼を支えるファンコミュニティの存在が欠かせない。 彼が公開したファレルとの2ショット写真に対するファンの反応は圧倒的で、彼の活動に対する応援がどれほど熱心であるかがわかる。特にファンの中には、彼がこれまでの活動で見せてきた人見知りや内向的な性格にもかかわらず、国際的な舞台で堂々と輝いている姿に感動を覚えた人が多かった。彼のオーラは、ファレル、ウィリアムスのような世界的な大スターにも引けを取らないと言われており、 その魅力がますます多くの人々に認識されている。また、彼がこれまで所属していたキング・プリンスでは実現できなかった夢を、今の活動で叶えようとしている点も見逃せない。彼がグループを離れた理由は、音楽やファッションの世界で自身の才能をさらに広げたいという強い願望があったのかもしれない。そして、その選択が正しかったことが、彼の現在の成功を見れば明らかだ。平野翔は、 自分自身の道を切り開き、ファッションショーや音楽イベントなどの新しい挑戦に次々と挑んでいる。彼の活動は、既存の枠にとらわれないクリエイティブなアーティストとしての姿勢を如実に表しており、多くのファンがそれに感銘を受けている。香港でのルイヴィトンのショーは、平野にとっての大きなステップであり、彼が今後どのように成長し、さらなる挑戦に向かっていくのか、多くの人々が注目している。 ファッション業界でも音楽業界でも、彼の存在感は日に日に大きくなっており、今後の展開に期待が集まっている。日本から世界へ羽ばたくアーティストとしての彼の姿は、日本のエンターテイメント界にとっても大きな誇りであり、彼の成功は国際的な舞台で活躍する日本のアーティストたちにとっての希望の象徴となるだろう。彼がこれからも世界中の舞台で輝き続けることを信じてやまないファンたちは、 平野翔の新たな挑戦を心から応援し続ける。彼の成功は、ただ一人のスターとしての成長だけでなく、彼を支えるファンとの強い絆によって成り立っている。この絆が、彼をさらに高みへと導いていくに違いない。平野翔がこれまで歩んできた道のりは、決して平坦なものではなかった。彼はナンバーアンダーライン愛としてデビューし、一気に人気を集めたものの、常に、 次のステップを考えていたその中で、自分自身の本当のアイデンティティを追求するために、グループを離れ、個人としてのキャリアをスタートさせるという決断に至った。多くの人がその選択に驚き、同時に心配したが、彼はその選択が間違っていなかったことを証明し続けている。彼の姿勢は、挑戦を恐れず、常に新しいことに挑み続けるという信念に基づいており、 その強い意志は彼のファンだけでなく、業界内でも高く評価されている。彼がファッションショーや映画、ドラマ、そして音楽の世界で活躍する中で、彼のキャリアは新たな段階へと突入している。特に最近の映画やドラマでの演技力は、彼が単なる、アイドル俳優ではなく、本格的な俳優としても才能を発揮していることを示している。彼の演技には、深い感情表現や繊細さが感じられ、 それが視聴者の心を打つ理由となっている。彼が演じるキャラクターは、どれも個性的でありながらも共感を呼ぶもので、平野自身の魅力が色濃く反映されているといえる。彼が今後どのような役に挑戦し、どのようなストーリーを紡いでいくのか、多くのファンが期待を寄せているのは言うまでもない。また、彼の音楽活動にも注目が集まっている。キング・プリンス時代の楽曲とは一線を画し、 ソロとして新たな音楽性を追求し始めている。彼はこれまでのアイドルポップから離れ、よりアーティスティックで個性的な楽曲を制作する意欲を見せている。彼が影響を受けたアーティストや、彼自身が培ってきた音楽的感性を反映した作品は、今後さらに洗練されたものになっていくことだろう。彼の音楽活動は、日本国内だけでなく、国際的なファン層にもアピールする要素を持っており、ファレル。 ウィリアムスとの接点がその一部として象徴的なものになるかもしれない。彼のキャリアは、エンターテインメント業界全体においても注目の的であり、今後も彼が手がけるプロジェクトがどのように展開していくかは、多くのメディアや業界関係者にとっても興味深いテーマである。特に、彼がこれまで関わってきた分野以外の挑戦、例えばプロデュース業や、さらなる国際的なプロジェクトへの参加なども予想される。 彼の多彩さとカリスマ性を考慮すれば、彼が単なる日本のスターにとどまることは考えにくい。むしろアジア全体や欧米の市場でも彼の名前が知られる存在になる可能性が高い。さらに彼がファッション業界での影響力を強めていることも見逃せないポイントだ。ルイ・ヴィトンのショーに登場したことはそのスタートに過ぎないかもしれない。今後、 彼が他の著名なブランドともコラボレーションを展開したり、自身のファッションラインを立ち上げる可能性も十分に考えられる。彼のスタイルやセンスは、これまでの活動を通じて培われてきたものであり、それがファッションという新たな領域でどのように花開くのかは非常に興味深い。彼のファッションセンスは多くの人に影響を与え、彼が着用するアイテムやスタイルがトレンドの最前線に立つことも予想される。このように、 平野翔はエンターテイメント、ファッション、音楽ということなる分野での才能を開花させ続けている。そして、そのどれもが彼の個性や感性を反映した活動であり、彼自身の成長とともに進化している。彼の今後の活動には、まだまだ多くの可能性が秘められており、それを追い続けるファンたちにとっても、彼の歩みは目が離せないものとなっている。彼が自らの手で切り開いた道を、どのように進んでいくのか、 そしてその先にどのような景色が待っているのか、彼の未来には無限の可能性が広がっている。ファッションショーでの姿も、彼のその一端を垣間見せるものに過ぎず、これからも彼は新たなステージで、私たちに驚きと感動を与えてくれるに違いない。最終的に、平野翔がどのような形でエンターテインメント業界をリードしていくのかは誰にも予測できない。しかし、彼のこれまでの活動を見れば、その未来は非常に明るく。 彼がこれからも多くの人々に愛され、支持され続けることは間違いないだろう。彼の成功は、彼自身の努力と才能、そして彼を支えるファンたちの強い絆によって成り立っている。その全てが一体となって、平野紫という存在を形作っているのである。そして彼の物語は、まだまだ続く。